guys. 今日は2020年4月25日。見ての通り晴天ベタなぎ、素晴らしい天気に恵まれております。なんでね、今日はちょっと今まで行ったことがない海域まで遠出して、新しいポイントを開拓していこうと思います。まあね、遠くに行けば釣れるもんじゃないっていうのは分かってはいるんだけれども、まあこんなに天気がいいんでね、行ってみようと思います。目指す海域に来ましたんで、まあ、これから、まずは来たことがない海域なんで、まずはポイント探しから始めなきゃいけないんで、これからちょっと魚探掛けしてポイントを探していこうと思います。1個ね、結構でかい袖を見つけたんで、ここに落としてみます。反応バリバリですな。これは釣れるんではないですかね、落としたら。はい、1匹目は4キロぐらいかな、4キロぐらいのヒレナガ。なかなか元気のいいやつでした。ヒットジグはいただきものの、シャウトの小手の 400g、 ありがとうございます。早速入魂させていただきました。
巻き上げ力だけだときついな。まだ走る。10キロちょいのバンパチだと思うけど、ここまで来た甲斐があった。緩めない。なんかちょっとでも緩めたら一気に 50m ぐらい持ってかれそうだから、もう緩めない。初期ドラグ9キロのままでいきます。まボトムから 20m ぐらい上で壊してるから、まあ、全然余裕っちゃ余裕なんですけど、ラインは全部で 10m も出されてないんで。背筋がもうバッキバキだ。あいや、しんどい。もう勝つだろう。もう多分大丈夫だと思った。あとはバレるないよ。腰が痛い。腰が痛いっす。これ上げたら休憩だな。まだもう一走りしそうだな。あ、もう最後だ。あと 50m で。あ、来た。まだ走るよ。あ、違う、これサメに追われてる。やべ、サメ。やべ。やべえよ、またサメに追われてるよ、これ。ああ。やべえ、頭だけになっちゃったかも。くそー、軽くなった。おー、セーフ、サメをかわした。あー、危なかった。またシャウトのショーテル 400g で釣りました。ありがとうございます。1m ジャストぐらいだけどね、まあ、10キロあるかどうかってことですかね。ハイの周りにはよく聞きました。いいヒレナガです。綺麗な最高なるいいヒレナガですね。
天気だなこれ。もう根は切ってるけどな、完全に。なかなかいいサイズのヒレナガですね、おそらく。前当たりからのヒット大きいな。さすがにドラグ緩めよもういいや、大丈夫だ。これも対抗のあるいいヒレナガだ。ジグからスロー400。ちょっとね、エラのこの辺をザクザクやる人いるけど、ヒレ動脈ここですよ。5時間で3時間ポイント探すのに1時間でも釣りしとる時間なんかなかったで今日は。